本当の動かすには、だいたいテールから、俺の場合には、だいたい1メートル35センチぐらいのところを V にして、板が動くようにする。でも、あんまり V だと、ふらふらするから、こう、反って、ふらっとしていく。これが、皆さんがターン、カットバックやりやすいようにするには、真ん中からロッカーをつけて、で、最後、この V を取って、フラッと下げる。この端っこだけがちょっとこのアウトしてる。そうすると理屈が言ったら、ここ板が動くでしょ？フラッとやるも、パタッとやるも。これがテーブルの部分で、一番冒頭をコントロールするのに一番大事な、ロッカーです。で、その次に、半分から、そのところ大体、70センチから80センチは、フラットにしてあげて、押さえる。腕とか、フラフラを、こういう部分で。で、この部分は大事だけども、このところは胸がつくから、一番、胸がつくところは一番バランスを取って、ロールの方が薄くが、いたらこうなっちゃう。ここに乗っても、このところに俺の前には、浮力をつける。だから足に乗っても、ね、この部分で一番、ここに浮力をつければ、ここに浮力をつける。そうすると、後ろから乗っても、こっちが、上空があるから、こう上がんない。そのバランスを取るのが、これ。最後に、この、コンテナっていうのは分かりにくいんだけども、シャーマジみたいに、水が入ったりして、同時に、スピードも止まって、同時に逃げやすくするためが、通って高級部なんだけども、俺も昔は何十年前こうだったけども、それだと、やっぱり、各ボートが、コントロールしにくくなるから、穴をほじくって、立ち縫いぐらい。それでまたフラットにして、今度はこの、コンケーブに乗っかわって、くっついてるでしょ？コンケーブに乗っかわってた。そうしたら、ローテに行っても、コンケーブが、反りがあるから、潜んない。スーッと行く。わかりますか？こう、代わりになってて、反りがあるから。フラットだったら、そのままスーッと走ってるけども、やっぱり、コンケーブつけるために、コンケーブがついて、でフラットになってるから、フラットがないし、ずっとノズルが出てる。この三つが、こう固まって、幻のボトムなんだけども、コンケーブはすごく大事なんだね。俺の場合には、コンケーブが、コンケーブってシャムみたいなね、お椀みたいな形。今、お椀になってないけど、本当はお椀になってたんですよ。このところは大体、1メートル、20センチぐらい、コンケーブ入ってる。とにかく一番大事なのは、ここに浮力をつけるから。そうすれば、これ浮力があるから、ノーズ行っても、なるんだ。テールからこう乗ってコントロールしてても、怖い浮力があるから、上がんない。これが一番大事、浮力をやってる。これが真ん中がね。で、1番、2番、3番。これ3つの段階。あとあとレールの距離が違う。この4つが、俺のテールの基本。わかりますか？これが幻のこと。ここから、この部分が、足が乗っかる部分が、テールロッカーって言います。で、こう、板がこう動くよね。で、この部分に浮力があるから、ストレートになってて、これバランスを取る。で、クラッチが長かったり、レールも厚くなったから行きます。ノーズも大きくなって、テールも大きくなって、で、ここが一番熱いのね。で、今度は、ここに浮力があるから、ノーズ行っても、フラットが潜るの。で、ここからここまでが、ノーズロッカーと言います。テールは、ノーズに沿って、やや、カーブして、ロックに乗って、最後に、この、俺の、ボッキーね。波にちょうど当たって押される。これが一番大事なのね。そんなすると、波に押されない。やっぱり、こういう風になってるから、押されて、スピードが出る。この、だから、ノーズロックのレールと、ここからここまでが、バランスを取るロッカーです。で、ここからここまでが、テールロッカー。テール、このレールのレールでしょ。これが3つの
3個という基本ね、3つは、2人ともそうだと思うんだけども、1、2、3、3つ分けてると思う。ちょっと俺はその分けるのが、みんなよりも、ちょっとレールが、レールのポイント、ボトムのロッカーと、ボトムのロッカーと、レールのロッカーが違う。これは俺の編み出した技。このレールを乗せる部分、この部分がまず一番大事で、波の斜面をコントロールするために、ここが一番、レールの部分が一番大事。だからバランスを取るために、この真ん中に浮力をつけて、ボートがフラッシュがないように、浮力をつけてフラッシュにする。だからここからここまでが根茎部にしておいて、ここは穴をほじくっといて、ね、穴掘りくっただけだと止まっちゃう恐れもあるから、フラットにして、6ミリをフラットにする。それで、ボトムにこうロッカーあるでしょ？ロッカーをつけてやると、スーッと波を押されて、ロードラインやりやすく止まらない。これがもうベストの、コンケーブルだと思う。今、世界中はみんなこういう風になってるから。で、1、2、3。この3つでバランスを取って、最後に俺の、得意な部分が違うのが、誰より違うのは、こう見ると、ボトムのロッカーとレールのロッカーが違うわけ。ね？ボトムのロッカーね。レールは弓矢みたいに、ピッとこうなってて、ボトムはちゃんと、テールの部分、それから、押さえる。両方つけて押さえて、安定感をする。で、ここは、ノーズに行く、コンケーブ。だから、これが、ボート、ここからここまで、ノーズとテールとしたら、ここのところが、まず乗るところが1。真ん中バランス取るところ、浮力があるところが2。胸ですね。それからノーズコンケーブ。だからこういうふうになるわけね。ロッカーはもう違っても、ボトムが1段階、2段階、3段階分かれてる。これが俺の幻のボトム。これが、俺が36年間やってきた、幻のボトムの虎の巻き。俺が死んでも誰かがこれを見れば、どんなシェイパーでも全部幻を持って同じものができるから、特に、ね、皮を持ってで今度は本茶に入るこの幻のボトム、これが一番大事で、こういうね、普通の人はこうやってテールからノーディーシェイプしていくわけ。俺は幻のボトムはテールが一番大事だから、ボトムこれをこう削って V にしていく。これが絵に描いた図なんです。それで何が大事かというと、この3つに分けるボトムを、テール、真ん中、ノーズ、それをイメージしながら、俺が今なんていうのかな、いつも演歌を聞いて、なんていうのかな。変化のあれを聞きながらね、俺がこう新しい幻のもといろいろやってんのね。若いても寂しい心は隠せない、星も見えないそんな地で、あなたしかない私、ああ、お酒ください、ああ、寒い胸に、怖いのボトムタンよ、涙に昇るところが燃える、あなたが欲しい、こんな世はあなたを許せない。このね、歌でもそうだけども、本当ボトムの、この幻のボトムがまさしく演歌なんだ。だから俺は演歌を聴いて常にシェイプやってる。演歌を聴いてやるともう幻のボトムが見事にパッとはまっていいシェイプができる。幻のボトムは3段か4回レールまでって、この演歌を聴いてやるのが俺の趣味でもあって、一番心が落ち着いて
こうなんていうのかな、この演歌が助けてくれる俺のシェイプを、で無にして本当のサーフボートを削れる。誰もその俺の幻モーターは真似できない。俺が教えればあれだけども、だからみんな加害なんかも小室さんプレナーワークをね見たいっていう、みんな仲間がアンリもそうだし、みんなそう。でも俺は普通のシェイパー見せない。でも俺はねみんなに教えてあげたい。せっかくこんないいものを俺が編み出したんだから、これはもうハワイがね認めてくれた俺のシェイプだから。ラスケも4回優勝してるし、レナさん、チャイナ上村、もうランスフォーカーの全部ハワイが乗って OK もらってる幻のモトモだから、だからもう本当大げさじゃないか、タウアンドカントリーか何か全部俺のシェイプを真似したよ、ね、でバファローがマーボニタは世界でナンバーワンだって言ってくれて、ブワーッといった。で俺もバファローの板、ブライナーの板、いろんな板を削った、死んだ奥さんに内緒で、それで乗ってもらってハワイに持ってって、それでみんなが使ってくれてね、誰の板ってマーボニタになって、今でも行くと削ってくれてくる、ウレタン台持って、それがなんていうのかな、このハワイアンとかいろんなの聞かないで俺が演歌ね、なんていうのかな、聞きながら歌いながらシェイプするのが本当心を込めてできる。AKB だかなんとか48とかなんかあんなの聞いてあったらもう幻のことはこんななっちゃうよ。で俺やっぱずしっと心に入れて足元をベッと押さえて、ボートを押さえて、ボトムね、リップ、あとパクリンチョス、カットバック、ローラーコースター、これがね俺のねモットーな、なんていうのかな、乗り方でもあってシェイプの仕方でもあって、演歌はもう俺の命。皆さん、俺が今喋ったことは俺の心ね、俺のシェイプの魂だから、あと愛のボトムタン、あとパクリンチョスね、これで俺が作ってきた麻婆の乗り方、麻婆スタイルイコール演歌、幻のボトムも演歌、それで世界中通してきた。それで皆さん俺の今話を聞いてて、ね、シェイパーの皆さん、プロサーファーの皆さん、ね、一般の皆さんね、俺が今喋ったことを理解してもらいたいし、ね、皆さんこのいつでも教えるから俺のとこ来てくれれば教えるように見せるし、だから皆さん真似してもっともっといい板を作って乗ってね、くださいよ、お願いしますね。雪国